はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の和の記号シグマ丸三をお送りします。で、シグマ始まってこれで3本目ですね。で、今回も問題演習、まあ大きな1問なんですが、まあ、小問3つということで3問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回全部に共通して、まず数列の大傾向です。まあ、傾向目を求める。で、および初項から N 項までの和、まあ、シグマ使う感じだね、和なんでね、をやっていくという形です。で、まず1番が3の2乗、6の2乗、9の2乗、点点点。じゃあ、傾向目どうなってますかっていう話なんですけど。で、これちょっと諸事情で青からいきます。いつも赤からなんですが、青、赤、青でいきますね。で、2乗はもう全部に共通してるからちょっと無視して、3、6、9。これがどういう、まあ、特徴があるかって考えたときに、まあこれ結構わかりやすいですね。これ 3×1、3×2、3×3 ってなってるじゃないですか。ってことは、K 番目、傾向目はどうなるかって考えたときは、3×K だよね。だって、1項目が 3×1、2項目が 3×2、3項目が 3×3 ってなってるから、じゃあ傾向目は 3×K だろう。それに2乗がつくだろうと。というのが思いつくと思うので、まあこれで、一応傾向目、まあ、こう書いておこうか。は、つまり 3K。これの2乗です。ね、3K の2乗。つまり、9K の2乗と、こうなります。これは傾向目だね。まあ、こっちの、まあ、これはこっちかな。こっちにしちゃいますけどね。で、あとは、初項から N 項までの和なので、何求めるかっていうと、まあ、シグマ使って、K が1、初項から N 項までだから、N までの、9K2乗。あとはこれを求めて終了です。で、前回やったようにこの9は前に出てくるから9でしょ。で、シグマの K の2乗ときたから公式使って6分の 1N かっこ N プラス1 2N プラス1とこうなります。で、あとはこれ計算するだけだから、もうこれ約分するだけでいいね。わざわざ展開しなくていいから、2と3になるので、2分の 3N かっこ N プラス1 2N プラス1で、これで終了という感じでございます。で、2番に行く前にですね、ちょっと焦点をね、戻していいですか。申し訳ない。よいしょ。で、2番なんですけど、ちょっとね、まあ特徴的な特徴的か、2×2、4×5、6×8 っていう感じ。で、これを計算して、4、20、48、どんな特徴がって考えちゃダメだよ。これわざわざこうやって分けてくれてるんで、そこを活かしてください。で、どう考えるかっていうと、これ、左の数字と右の数字分けて考えます。まず、左から行くと、2、4、6となってるので、ここの特徴を考える。で、これ何かなって思うと、2×1、2×2、2×3 ってなってるので、左側に関しては 2×K、こっちと似てるよね。2×K っていうことがわかります。2×K ね。ちょっとちっちゃくてごめんよ。こうか。で、問題が右なんですけど、右が、ちょっと黒いきますね。2、5、8となってる。で、これ、3ずつ増えてるんだよね。多分これは、ね、気づくと思う。3ずつ増えてる。で、こういう形に持っていく子が、ちょっと苦手な子が出てきます、ここで。あ、どうしよう、みたいな。で、これどう考えるかっていうと、2、5、8ってなってるんで、結局、等差数列なんだよね。等差の方。3ずつ増えてるから。だから、交差が3なわけですよ。3ずつ増えてるし。で、初項2でしょ。じゃあ、これの一般項出せば OK だよっていう話です。結局。で、出していくと、これ、初項プラス、N マイナス、N マイナス1に D かけたものでしょ？で、計算すると、
3n で配った後なんでマイナス1度こうなります。これの n のところが k に変わっただけだから今。つまり右側っていうのは k 番目は 3k-1 なんです。n 番目が n こね 3n-1 なんだったら k 番目は 3k-1 でいけるでしょ。とこうなる。やべめっちゃ揺れる。ちょっとごめんね。ってことで左側と右側それぞれこうやって K で表すことができたからここから勝負します。でまずね傾向目やっていくと、傾向目はこれとこれかけたものなんで 2K かける、つまりカッコ 3K-1 ですね。でまあ 2K 配ってあげれば 6K2乗-2K となって、これが傾向目の表したものとなる。でこれさえ出てしまえばあと和の方は同じね、シグマの後ろにあの子っていうかあれをね突っ込んであげればいいだけなので、シグマ K が1から N までで一応書こっか、 6K2乗-2K と。で多分ねこれ右側いっちゃうと入らなくなるので下行こっか。でまずこれ、この部分は6が出てきてシグマ K2 乗が残るから6分の1 n n プラス1 2 n プラス1 です。で後ろはマイナス2が出てきてシグマ K だからね、シグマ K は公式で2分の1 n かっこ n プラス1と。でこれはねすごくありがたいことに約分したら、あ綺麗に消えるぜってなるパターンのやつだね。で今こことここの2箇所です。今この塊こことここね、そっから同じものを前にくくり出します。で考えた時にこれね綺麗に n かっこ n プラス1 n かっこ n プラス1が残ってるんだよね。なのでそれをくくり出します。そうすると n かっこ n プラス1を出して残り物を後ろのかっこに詰めると。で前の部分はここ数字も消えてるし残るの 2n プラス1だけなんだよね。だからそれを入れてあげると、あ間違った、待って閉じちゃダメだね。でちょっと気をつけなきゃいけないのが後ろで、後ろ1だし全部取り出したからなくなってるイメージがあるんだけど、これまあ中学の時もやったように全部くくり出した場合は1が残るからね、必ず0じゃないよ、1が残る。でマイナスがいるからマイナス1となります。で最後後ろの括弧計算すると 2n ですね、あの1消えるんでね、だから 2n がこいつとくっついて 2n2 乗で括弧残った n プラス1と、これで和が終了となります。で最後です今回この問題入れたんですけど、まあ塾講師やった時苦手な子多いですね。これパニクるんですよね、こうあのタイプによってはすんなり行く子もね、すんなり行くんですけど、これ。何かって、1+2、1+2+3。で、まあ次は1+2+3+4だろうって、まあ気づきやすいですよね。で、K 番目がどうなってるかっていうと、結局今足すものを増やしてるだけなんで、K 番目はね、ちょっとこう書けないな。こっち行こうか。これね、K 番目は、1+2+3+って足して、K まで足したものなんだよね。これイメージつくかな。まあ、2項目は1+2だし、3項目は1+2+3。次は1+2+3+4ってなるから、K 番目は1+2+3+K というふうになる。で、それが K 番目なの。いい？これが K 番目。で、これ、まあ、見てわかるように、1から K まで足したものなんだよね。で、ってことは、1から K まで足したら、これも覚えてるかそれでも構わないんですけど、結局 K が1から、あ、 K がじゃダメだね、 I にしなきゃダメだ。まあね、シグマ使わないから多分分かりやすいかもしれないんですけど、ちょっと I とかに変えますね。そのある文字が1から K まで足した時のちょっとあの、ね、文字合わせちゃうんで I にしちゃいますけど、まあこうなります。ちゃんと書くと言ったって1から K まで足してるからね。で、結局、これ i に変わっちゃってるんですけど、シグマ k と同じです。あそこ文字自由に変えれるんで別に。
いつもは K が1から N までなんですけど、今1から K にしちゃってるんでね。だから公式で2分の1で N なんだけど K に変わる。 K プラス1で、まあこのままでもいいし、展開すれば2分の1 K の2乗、これ入るか、あ、全然入った。プラス2分の1 K と、これが傾向目になります。で、おそらく見てくれてる方の中でここがね、って思う子が多いと思います。そしたら自然数足したもの、1から N まで足したものってずっとやってきて、1から N まで足したのがもう2分の 1N、 ごめん、2分の 1N、 N プラス1だよってずっと言い続けてきたでしょ。1から N まで足したものね。じゃあ1から K まで足したのは N の部分が K に変わっただけだから、まあだからこうなるんですけど、って方でいいです、別に。ここピンとこなくても。いいかな。で、これが、傾向目。まだ、和じゃないっていうね。和を使ってるからパニクりやすいんですよね。そう。傾向目出すために和を使うっていう。で、あとは、これさえ出てしまえば、あとはもうシグマの後ろにあれを突っ込むだけなので、シグマ、今度は、K 使ってるからね。K が1から N まで。ね、1から、初項から N までだから。1から N までの、揺れるな、2分の 1K の2乗プラス2分の 1K となる。でちょっとね、分かりにくい、ごめん、こっち行くよ、多分長くなる。で、2分の1を前に出した状態で、まず K の2乗だね、シグマ K の2乗は6分の 1N、 N プラス1、ちっちゃくてごめんよ、 2N プラス1となる。で、後ろプラス2分の1が前にまず出しておいて、シグマ K、また2分の1出てくるけどね、 N かっこ N プラス1となります。で、前に出したい、ググッと。で、何を出すかっていうと、今回こっちが12分の1です。で、4分の1ですってことは、12を出せば12分の1も消せるし、4分の1も両方消せるので、12分の1を出します。こうで、あとはこことこう共通なのは、ちょっと数字は囲まないよ。文字の部分。N カッコ N プラス1。N カッコ N プラス1。両方あるので、両方一緒に出しちゃいます。で、前に出してくると、N カッコ N プラス1。で、残り物を全部詰め込むんです。後ろのカッコに。で、こっちは、数字もね、12分の1、そのまま消えるから OK。残ったのは、このカッコの中身だから、2N プラス1となる。で、後ろは文字全部取り出してるんですけど、数字がちょっとずれると。で、4分の1でしょ。だから12分の1の逆数なんで、12をかけるって考えてもいいし、12分の1を配った時に、4分の1に戻るものって、どっちでもいいです、考え方は。どっちでも構わないんですが、これは3になります。なまった、3になります。こう。で、あと1行で多分入んないとまずよね。で、このね、カッコの中身が、ちょっと赤使うか、 2N プラス4になるんですよ。で、これ 2N プラス4なんで、このカッコから2を出さなきゃいけないの。2を出せるんだよね。で、2をくくり出すと、12分の1と2をかけて、あ、約分して6分の1に変わる。果たしてこれが入ってる、ね、6分の1になって N でしょ。で、N 足す1でしょ、このまんまね。で、ここの括弧は2を取り出すと N プラス2が残るんで、 N プラス2と、これで終了となります。で、ちなみに今まで1人か2人かな、その自分の教え子のね、学校の先生がもうこれよく出てくるんですよ。1足す1足す1、1足す2、1足す2足す3みたいな。この問題もうこれ覚えちゃえよって言ってる先生がいたのもいますけど、実際そう、自分は覚えさせられたけどね、芸人抜きちょっと、まあ、今忘れましたけど、忘れてましたけど。なので覚えてしまってもいいっちゃいいんですが、結局解ける過程が分かってないと、まあ、他の問題とかで活かしきれない時もあるので、まあ、こういう風な流れで解くんだというのを掴んでもらえたら嬉しいです。では今回は高校数学数 B の和の記号シグマ丸三をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回からね、変わって、次、解差数列かな。
そう、逃避さ、逃避で開鎖ですね、次。新しい数列出てきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。